お疲れ様でございます。よろしくお願いします。本年もよろしくお願いします。初詣行ったの？初詣では一人で行ってきました。近くの神社に。何を願ったんですか？健康第一。それだけですね。あとは自分次第。いつから動かしてんの？もう今年も1月1日から動いてます。1日またウエイトみたいな感じ？そうですね、朝から去年より1時間早くなったっす。何時？6時っす。6時起きた？6時っす。いや、6時起きで6時半ぐらいな。今年はやっぱり勝負だと思うんで。そうですね、まあやっぱりこの2年みたいにやっぱ自分の甘いとこ出さないように覚悟を持ってやっていきたいなと思ってます。僕の側に来ると限定に戻るっていう。そうですね、まあ、毎年いつも この時期に顔出させてもらってるんですけど、やっぱりこの高校時代の気持ちと忘れずにプロでもやっていきたいなと毎年思うんで、まあ、今年もここで練習始めして気持ち引き締めてこの1年戦いたいなと思ってます。後半の去年夏、そうですね、まあ、もちろんすごい刺激になりましたし、こうやってやっぱりどんどん伝統校になっていくっていうところがやっぱすごい僕が OB としてもすごい誇らしいっていうか、まあ、次選抜もあると思うんでそこでも頑張ってもらいたいなと思ってます。よいしょ。いい感じです。めちゃくちゃきついっす。最初手だけで行こうかなと思ったんですけど、これ僕の時です。神宮大会優勝。どこ安田？これです。これは去年あったっす。これ新しいの。夏の甲子園の優勝のやつです。